皆さんおはようございます。きらめきラボ松丸亮吾です。ということで今日の朝から解いてスッキリできる目覚ましの時計はこちらです。正解です。よし、はい、ということで今日の目覚ましの謎って皆さんどうだったでしょうか。この問題はこの矢印の通りにこれらの記号みたいなものを動かしていくとそれぞれ文字が出来上がります。例えば一番上だったらこれをここにこうやって持ってくると K という形になるし、持ってくると E という形に、持ってくると B という形になります。おということで、それぞれの読み方を当てはめると K と E と B なので続けて読んで KB が正解でした。はい、ということで今日の問題皆さんどうだったでしょうか。結構ね、頭の中で図形を動かしたりするのってね、想像力とか、頭使ってるなって感じがするいい問題だなと思います。皆さんはこのよくわからない記号をアルファベットつなげることができたでしょうか。ひらめきラボでは週に2日平日に問題を上げています。朝の7時から早いと朝6時半ぐらいに投稿していますが、ぜひチャンネル登録と通知をオンにしてお楽しみいただけると嬉しいです。あと概要欄ですね、僕の公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録してもらうと、問題の投稿のタイミングで LINE が行くし、答えを送ることでちょっとしたやり取りも楽しめるように作っていますので、ぜひ公式 LINE の登録もよろしくお願いします。ということで面白いと思った方は高評価、そして早く解けた方、悔しかったという方はコメント欄でぜひ感想お待ちしています。ではまた次回お会いしましょう。皆さん仕事学校いってらっしゃい、頑張って。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんからの問題も Twitter などでお待ちしております。じゃんじゃんつぶやいてください。